私のことはほっといていいよ。俺は仕事人間だから仕事を投げ出すことはしない。どれだけ早くともここへの墓器の到着は5分以上かかる。まだもう少しあがけそうだな。どうしてそこまでするの？ただの仕事なんじゃないの？俺にとってただの仕事なんてものはない。昔、運び屋に夢を見た。夢？ガキの頃の話だ。俺の住んでいた村はテクノロジーをキーしていてな。村にはいくつかの古代遺物が残されていた。先祖代々のものがな。中にはかなり高度な医療機械もあった。だけど村は、それを使うことを禁じていた。病や怪我に対してもごく原始的な治療しかしなかった。俺の両親もそれで死んじまった。柔道のお父さんとお母さん？そうだ。俺はまだガキだったが誰も助けちゃくれなかった。住んでいた家も借家だからってんで追い出されてな。農場の仕事にありつけたからかろうじて村までは追い出されずに済んだんだがな。扱いは奴隷だった。ある日だ、村に運び屋が来た。老いぼれだったが腕は確かだった。でも村じゃあまり歓迎されなかった。俺はじいさんに頼み込んで技をもらった。ありったけの金をはたいて装備を譲ってもらった。骨董品のような銃だったが、そいつを手に遺跡に入った。村じゃ遺跡に入ることも禁忌だったが、知ったこっちゃなかった。遺跡で何度も死ぬような思いをしたが、俺は生き残った。俺は儲けた。発掘したお宝を売ってな。この時が一番楽しかった。村の奴らを見返せだからな。ただ村で一人だけ俺に親切な女がいた。女といっても今からすれば子供だが、そいつが俺の子供を産んだ。え？娘だった。まだ俺たち自身が子供のようなもんだったが、稼ぎがあったからどうにかなると思ってた。だがそんな頃になって村は俺を追放しやがった。追放？なあ、半分は嫌がらせだな。俺が生意気にも身を立てたからやっかまれた。運び屋の仕事を辞めて身の丈に合った境遇に戻れば追放を取り消すと迫られた。あいつもそうしろと勧めてきた。そういう女だった。
物事の道理とか正しさにこだわるやつで、少しお前と似たところもあった。加害者に抗議するよりは被害者が我慢すべきと考えるような。俺は納得できなかった。できるはずがない。俺は女と娘を置いて村を追んでた。他の土地で一人前として認められるまで随分苦労した。でもそのうち新進気鋭の運び屋として知られるようになった。自暴自棄になって危険な仕事ばかり引き受けたことが功を奏してな。最高の気分だった。自分の正しさが認められた気がした。ある時高性能のろ過装置を手に入れた。村が慢性的な水不足だったことを思い出した。救いたかったわけじゃないが、連中が俺に頼るか興味があったし、何より女と子供のことが気になった。その時戻らなければ娘に親と見てもらえる時期を永久に逃すかもしれないと思った。すでに何年も経ってたからな。村は滅びてたよ。飢饉でな。女と娘も死んでいた。墓には女と一緒に知らない名前が刻まれてた。このご時世よくある話かもしれん。ただ俺はショックを受けた。思っていたよりずっと。それで自分が思っていたほど強い人間じゃないと分かった。俺に父親になる資格はない。その資質もない。私が柔道を頼ったの迷惑だった。迷惑というより苦しかった。俺には仕事しかない。少なくとも結果を出せば人から感謝される。それだけが拠り所だ。俺は自分を肯定するために仕事を続けてる。それを投げ打って一人の人間に戻った瞬間、俺はクズに戻る。だから仕事は俺にとって大切なことだ。老人からお前を連れていくことは偉業だと聞かされた。その言葉に俺は夢を見たんだ。お前をうまくコントロールしようと必死だった。だから俺に懐いて、俺を信頼して、行く先々にぴったりとくっついてきて、時々あいつのように綺麗事を垂れるお前が煩わしかった。私が嫌い？いや、嫌うどころか。嫌うどころか、何？聞きたい。娘のように思いかけてる。でもそれは欺瞞だ。俺にできるのは、お前を荷物として老人のもとに連れていくことだけだ。それ以上の正しさを俺に求められても、仮に俺がお前を引き取ったとしても過去は帳消しにならない。これが俺の本音だ。旅をやめたいか？だが、老人がお前をどう扱うか。私
公爵のところに行く。逃げてもいいんだぞ。逃げ切るのは絶望的だろうが。ジュードのことずっとよくわからなかったんだ。そうなのか。いつもジュードが何を考えてるかわからなくて怖かった。懐いてたって言うけど、私も必死だったよ。だって怖かったから。見捨てられたらって思うと気が気じゃなかったから。でもやっとわかった、ジュードのこと。それだけでも嬉しい。フィリア、公爵さんの計画、実は悪巧みだったりするのかな。いや、あのじいさんこそ科学の信奉者だ。計画というのもきっと人のためになることなんだろう。会いに行こうよ。そのことを確かめなきゃ。嫌かどうかはその時までわからないよ。そうだな。ジュード君、進んでくれ。この先に昇降機がある。わかった。まずいことになった。どうした？別のシンギュラリティマシーンが2体島に接近している。なんだと？個体名バガー2798、並びにパンタグリュエル。いずれも南海を縄張りにしているマシーンだ。海中移動能力を持っていたとは。クリムゾンアイの援護に来たのか。そう考えるほかあるまい。対抗できそうか。なんとも言えん。これまでに確認されたことのない事態だ。私はいよいよAI の逆鱗に触れてしまったようだ。なあじいさん、あんたこの仕事が異業だと言ったよな。その通りだ。これで人類は救われるかもしれん。彼女の協力があれば。信じるぞ。俺にできることがあれば何なりと言ってくれ。歩兵代わりに使ってくれてもいい。君に望むことは、彼女をここまで送り届けてくれることだけだ。万が一の時は、どうかフィリアを最優先にしてほしい。そのつもりだ。頂上付近に電磁投射砲がある。君なら扱えるはずだ。認証を解除しておくので、必要なら使ってくれ。
ュード、あれと戦うの？心配するな。むざむざ死ぬ気はない。異形とやらを見届けたいからな。それまで死ぬ気はない。ことか。ここで何としても食い止める必要がある。フィリア、先に行け。その先だ。あとはじいさんの指示に従え。ダメだよ、一緒に来てよ。そういうわけにもいかなくなった。先に行け。なら私も残る。いいかフィリア、お前は機械だ。でもな、だからといって言いなりになる必要はない。納得できないことは徹底的に交渉しろ。自分の要求を通すんだ。全ては望み通りにはならない。でも腐らず諦めず、少しでも自分の取り分を増やせ。それがいい人間だ。やめて、今そんなこと言わないで。必要なら銃も使えよ。デリラを思い出せ。柔道行くんだ。大丈夫だ、俺も後から合流する。ここが破壊されると老人の元に行けなくなる。死守する必要がある。一緒にこいつに乗ったら自分を守ることもできなくなるんだ。だって必要なことだ。自己犠牲で言ってるんじゃない。これが最も生き残る確率が高いんだ。俺の判断を信じてくれ。絶対に合流する。そのつもりだ。見届けると言ったろ。わかった。